サビドシルバーいたりとか、あとあれなんでしょうあの人。ヤヌザイ抜けて左利きの一応テクニシャン枠みたいなところ抜けて、久保の方がヤヌザイよりも共有力高かったりとか、サッカー知ってる感じ、感じっていうかサッカー知ってるから、ちゃんと。でも明るいですけどね。ソシエダ、なんなら、ソシエダが一番あの久保が言い訳できないクラブですよね、活躍できないときに。監督もね、今野さんは。今野郎監督もとかディエゴ・マルティネスか、この2人のどっちかがいいなと僕思ってたんで。 ールでも抜けたんだねだ結構ウイングの枠抜けてるから久保もね自分でね右ウイングじゃないかなと思ってますけど監督と喋ってないと分かんないっすみたいなもんね。